新型及び旧型の新旧二種のノルウェー式捕鯨法、東京海洋大学附属水産資料館の展示品、捕鯨法は火薬の爆発力によって森を発射し、クジラを捕獲する道具である。火薬を用いて森を発射する方式としては、小型のクジラを対象とする沿岸捕鯨でもライフル銃に類似した小規模のものが用いられているが、それらは捕鯨銃及び これを発射する捕鯨銃を使う程度であった。しかし、流すクジラ族のクジラは死ぬと海中に沈んでしまうため、このような方法ではクジラを仕留めることはできても、クジラ体を収容することが不可能であり、これらのクジラは捕鯨の対象とされなかった。1860年代にノルウェー人のスベンホインが火薬により森を射出する道具、すなわち捕鯨砲を発明し、 船足の速い汽船に装備して、捕鯨を行う方式を考案した。方から射出される森は丈夫なロープで船と結ばれているので、捕獲したクジラ体を紛失する恐れもない。この捕鯨法と、蒸気動力付きの捕鯨船の発明は、近代的な商業捕鯨の時代への第一歩となっただけでなく、流すラ族のクジラの捕獲も可能となり、それらのクジラの生息する。 南漂用など遠用での母船式捕鯨の発達を促した。捕鯨法は、端的に言えば小中口景の弊社法から、弾頭の代わりに森を発射するものである。森にはロープが結び付けられており、森の飛翔に伴って、ロープも飛翔し、森がクジラに命中した後は森を通じて、捕鯨船とクジラを結ぶ。光景は、小型クジラ類を対象とするものでは50から60ミリメートル。 大型ゲール用のものでは9 0ト、mm、ルが多く使用されており、日本では中型ゲール用として7 5ト、mm、ル口径のものを使用した。森は方向より装填されるが、発射に用いる火薬は褒美より薬莢を用いて装填周線と呼ばれる装置で褒美を閉鎖して発射するものと、方向より森を装填する際に森に先行して装填するものがある。また、 前装式では、別個に装填はせず、森の後端に発射薬を装着して同時に装填する方式のものもあった。ただし、捕鯨法は、船のへさきに装備する関係上、前装式では、速やかな装填ができず、砲がへさきに設置されることから、周囲のスペースが限られるため、前装式では、作業が面倒な上に危険なために、19世紀以降の、 大口径のものはほぼすべて五層式である。発射方式としては、高圧の圧縮空気やガスを用いる方式も、考案されたが、法の構造が複雑になることや、蓄圧に時間がかかること、また、難病用などの還元な環境では、空気圧やガス圧が十分な数値にならないことがある、といった問題から、実用されるものとしては普及しなかった。補儀砲は要求される射程が、それほど、 長くないため、組用化砲ほどには強力な発射薬を用いず、反動もさほど強烈ではないため、組用化砲のような高度な反動機。射距離が比較的短いことから、組用化砲のような照射や間接式照準装置は用いられず、照準には砲の上部に装備された金属製の照準機が用いられるのが普通で、稀に光学式の直接照準メガネが用いられることもある。 ただし、光学式の物は法の設置位置の関係から、波しぶきや風雪にさらされるために、レンズが汚れることが多く、還元な環境では曇りを抑制するのが難しいため、実用性に難があるとされ、使われている例は少ない。軍用火砲では引き金もしくは撃破レバーは法の、閉鎖器周辺か法画の方を旋回、上下させるための円形ハンドルにあり、 必ずしも小準手が操作しない構造になっているものも多いが、捕鯨法では、宝手が小準した最前のタイミングで発砲する、必要上、必ず宝手が操作し、砲の後方に伸びたミサオは砲ハンドルに撃発装置があることが基本である。75mm 捕鯨法のヘイトウモリ。船の科学館の展示品従来の捕鯨法は、 森の先端が鋭利であるほどよく命中するという考えで、先頭森が用いられていたが、鋭く尖った森を高速で発射すると、水面やクジラ体に対する入射角が小さい場合にはしばしば、水面やクジラ体上で跳ね上がり、うまく命中しないことが珍しくなかった。水面に浅い角度で石を投げると水面上を飛び跳ねていくのと同じで、 摩擦が小さいため運動エネルギーが逃げてしまう結果である。1951年、東京大学の平田森さんが、先頭森の先端を切り落として、直径10センチほどの平面とした森を考案し、実際に使用したところ、摩擦が大きくなって跳ね上がりがなくなり、命中率が非常に向上することが分かった。これが、平等森で森は鋭いほど良い、とする。 それまでの常識を覆すものであった。実際、当初は、報酬や関係者の反発があったが、性能の良さが証明されるとすぐに普及し、外国の捕鯨法にも採用された。クジラは森に対して十分大きく、また森は水やクジラ体の抵抗に対して十分に高速で打ち出されるので、10センチ程度の平面はクジラ体への貫入性能においてほとんど問題にならない。 捕鯨砲で発射された森が命中した瞬間、ロープが伸びているのがわかる。捕鯨砲自体は、捕鯨船の刃先に装備された砲を人力で操作、照準し、直接弾道によって、クジラに森を命中させるシンプルなものである。しかし、クジラの遊泳速度は種類によっては、かなりの高速であり、移動目標の上に先行と浮上を繰り返すため、これを的確に把握して命中させることは、 かなりの熟練が必要で、さらに極力初段で、クジラの急所かつ、クジラ体の利用価値を損なわない部位に着弾させる、必要があるため、高い技量が要求された。このため、奉仕は専人であることが通例で、技量の高い奉仕は、捕鯨船団のエースであった。一発目で、クジラが死なない時は直ちに二番森が装填され、 発射されたが、稀には2番森が命中してもなお死なず、3番森、4番森を撃つこともあった。そのような場合は、森の火薬の爆発により、芸肉の排気部分が多くなる上、放手にとっても不手際であり、不名誉であった。現在では、クジラに不要な苦痛を与えず即死させるよう、命中とともに高圧電流を流すようになっている。これは、電気森と呼び、 1950年代に施行されたが、肉の鮮度が落ちることが分かり、すぐに使用されなくなった。その後、動物福祉的検知として復活したものである。会社案内魅力製紀製作所。ありがとうございます。